エリザベス・ハリソン、彼女の著書、スケッチ・ーズ・アロング・ライフズ・ロードに収録された写真。エリザベス・ハリソンは、アメリカ合衆国の教育者。彼女は今日、ナショナル・ルイス大学として知られている学校の創立者で、初大学長である。ハリソンは、幼児教育の専門的な基準を設定し、幼児教育の専門家を養成しようとした、開拓者でもある。年代に、 シカゴで初期の幼稚園運動と出会い、初期の幼稚園教育者、アリス・パットナムと共に学んだ後、セントルイスとニューヨークで幼稚園教師としての訓練を受けている。その後、彼女はアイオワとシカゴで幼稚園教師としてのキャリアを歩き始めた。母親たちを教育に巻き込みながら、ハリソンとパットナムは1883年にシカゴ幼稚園クラブを設立。フリードリヒフレイベルの 母の歌とアイブの歌に大きな影響を受けた。1886年ハリソンはシカゴで幼稚園の先生のための養成学校を設立した。彼女の学校で働いていたドイツ人女性がよく使う考え方に魅せられて、ハリソンはそれについてもっと学ぼうと決意した。彼女はこうした考え方の足跡をたどってベルリンのペスタロッチ・フレーベルハウスにまでたどり着き、 1889年、教えを受けるためにベルリンまで出かけた。ドイツからの帰国後、彼女は自分の学校の名前をシカゴ幼稚園教師養成カレッジと解消する。ハリソンの学校は教育界でも革新的な学校として評判になった。彼女はこの学校で1920年定年になるまで学長を務めた。この学校は現在ナショナルルイス大学の一部となっている。 ノーベル平和賞を受賞したハルハウスのジェーン・アダムズは自分の同僚にして親友でもあったハリソンについてこう語っている。彼女は私が知っているどの人よりも多くのことを成し遂げ、彼女は教育の世界のすべてに光と力を与えた。1890年代、ハリソンはシカゴで毎年のように研究大会を開催し、これが今日、 親と教師をつなぐ組織として知られる PTA の設立につながっている。ありがとうございます。